ここにこれを持ってきたんですけれども、これなんだ分かりますか？これは小さい歯車から大きい歯車が順番に並んでいるように見えますけど、はい、歯車です、ね、はい、歯車ですけれども、はい、これはですね、はい、楽器なんです。どんな風に音が出るんですか？はい、それは今からやってみたいと思いますので、はい、まず回転させますね。はい、音しませんね。はい、ところがここへですね、はい、名刺を持ってきました。はい、で名刺をこの歯車の歯に触ってやります。はい、歯車を順番に名刺で触っていくことによってドレミファソラシドが出てますね、ということですね。はい、実はですねこの歯車の歯はですね、はい、低い度の場合は24、はい、そしてだんだん歯の数が増えていきまして高い度になると48、はい、1回転にあるわけです、はい、この紙を弾くことによって、ドレミファソラシドの音階ができるということになるわけです。そして歯車が大きいほど、弾かれる頻度が増えていって高い音が出る、そういうことですか？はい、そういうことです。はい、できましたらちょっと一曲何か簡単なものでいいですからちょっとやってみてください。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと練習した方がいいかもしれない。こう